かへん。最近の人が全部右に流れている。見入ってる、昨日の船で見入ってるわ。見入ってへん、見入ってますよ。見入ってる、ポカーンですよ。このチヌられた。バカのルーチもわかるわけじゃないですか。久々にね、ゲートを見つけた。あれじゃなくて、今度は今回に払わないですか。はい、はい、大丈夫じゃないの。大丈夫じゃないの。大丈夫じゃないの。まだ来てないけど。ごめんね。うん。来た来た。来た。なんか重心さんの会社来てたよ。あそこ黄色いやつないの。あいつ昨日名古屋のあいつっすやん、副会長。名古屋のあの。フードの。あのフードのやつ、あいつ。名古屋に逃げてて。すぐそこにいるやつ。あの雰囲気にそぐわない。警察官の指示に従ってください。いい、僕大和新聞ですから。改め賠償金1200万円。これあかんでしょ。あれ何や。とても恥ずかしいことをしてることに気づいてるのか。来た。止め。ホームじゃ、ホームじゃ。それを分かっていながらいなかったのか知らないけれども、
¡Vamos!
して頭を冷やしなさい。安森の アルマーニの帽子はしょうもない、しょうもない。お前そんな学生業務あるし何言うとるかわからへんぞ。あいおいこらもじゃ別に俺怒らへん、お前別に怒らへん。はい、おい、答えでございます。ありがとうございます。バカでございます。ありがとうございます。でも、一つだけ言えるのは、あなたより女にモテます。大丈夫でございます。ご心配しないでください。何が愛国者なんだ。ありがとうございます。関係ない、ゲンやと。ジャン気取りでね、かっこいい服装しとるけど言っとることがしょうもないな。もう帰りなさい。冷えピタシートを張って頭の熱を冷やして帰りなさい。はい、精神障害なんで帰りません。お疲れさま、ね、大特会じゃないんで帰りません。お前は針をしやんのか。なあ、針中は針をしやんのか。あ、それから逆に恥ずかしいよ。笑ってへんの。本当にね、顔もね出せるようなんでね、趣味ストーンを投げたら帰りなさいって言うの。はい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 、帰りなさい。一辺と、はい、それも一辺と、はい、一辺と、ほら、それが帰り、まあ、壊れたね。言われるよ、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 悪いけど、な、気持ちよくでもできるように帰ってくださいよ。お願いしますわ。帰れ帰れ、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 一般市民団体がな、集団自運動するってやってんのに、あんな妨害されてここでできんやん、こんな。この一個のね、不思議な人のあの団体、
そしてなんとなんと覚醒剤ですよ。ヤクザとね、グロになって覚醒剤に通してね、国際指名手配されている朝鮮学校の校長先生を応援してる団体ですよ。京都市民の皆さん、騙されないようにね、あいつらそうですよ。ペイント決める100点を押してください。11月1日から指名手配の捜査強化月間ですからね、警察に協力しましょう。皆さんよろしくお願いします。で、ね、日本に拉致した学校の校長は覚醒剤に次ぐそれらの朝鮮学校の校長やないかい。何を目指しとんねん。で、皆さん通報しましょう。食品偽装問題がものすごく
ております。しかしですね、連日でやこの食品偽装問題が大騒ぎされる中ですね、なぜ朝鮮人、反日朝鮮人たちの愚かな犯罪や、違反行為などそういったものが、なぜそういった捏造といったものがなぜ賠償請求されなかったりですね、そういったふうに皆さん思いませんでしょうか。なぜ朝鮮学校はさまざまな犯罪を犯し、日本の税金を騙し取り、教科書は反日的な記述と嘘ばかり書いている。どうしてこのような学校が日本国民に謝罪もせず、廃校にもならず、のうのうと居座り続けているんでしょうか。皆さん、日本の企業だけ謝罪や賠償をさせて、なぜ反日テロ国家、そういった国家には謝罪と賠償を日本政府は求めないんでしょうか。朝鮮学校を無償化するならば、そろばんや日本語学校や自動車教習所なども国費で無償化されるべきではないのでしょうか。皆さん、そして私たちの日本人有志が頑張って朝鮮学校の前に不法に占拠されていた、50年間も不法占拠されていた公園を11人の日本人有志が奪還してくれた、これはとても称賛に値するのではないでしょうか。なぜ朝鮮学校の違反行為を警察や行政は違反せずに、なぜ日本人を貶めることばかりするんでしょうか。それでは出発したいと思います。帰れない。警察に守られなければ手も足も出ない方々は帰ってくださいよ。皆さん、デモ隊の皆さん、今日はあの趣旨に沿ったデモにしますので、暴力以外の発生は極力ご遠慮いただきますようよろしくお願い申し上げます。松井で前後ろに関東のやつやろ、はい、お前関東のやつやんけ。お前何聞きとんねん。お前こいつ関東のやつですよ。お前関東やんけ。おい入ってくんな、こらお前敵やろボケ。お前何しとんねん。どころの上お前関東のやつやんけ。デモに入お前重心同盟に言うとこか。やがましいわおっさんボケ。お前はこちらは中野さん、あんまりあなたの感じです。排除してください。
の育った人、シャブチューみたいな目の育った人排除してくださいよ。挑戦学校で、はい。